公共曲第1番、指輪物語は、オランダの作曲家、ヨハンデ・デメイが作曲した公共曲。イギリスの作家ジョン・アール・アール・トールキンのファンタジー小説、指輪物語を題材に、1984年3月から1987年12月にかけて作曲された、デメイの最初の本格的な作曲作品である。語学賞からなる演奏時間約42分の、 吹奏楽のための公共曲として書かれた。当初は作品1という作品番号がつけて呼ばれていた。各楽章には登場人物や情景に基づくタイトルが付けられているが、原作のストーリーとは異なる順に並べられている。1989年にサドラー国際吹奏楽作曲賞を受賞し、1990年にはオランダの作曲家基金、 音楽創造基金の賞金を得た。アメリカの指揮者、デイビッド・ウォーブルの勧めで、オランダ放送フィルハーモニー還元楽団の主席だ。楽器奏者で編曲家としても著名な変句で、フリーヘルに依頼し、還元楽版も作られた。1988年にデメイ自身が設立したアムステルミュージックから出版。オランダのデハスケ及びアメリカのハルレナードから販売。 2013年には初演出版から25周年を記念して実質譜のファクシミリ版にインタビュー記事や写真、初演のライブ録音を収録した CD を付けた25周年記念フルスコアが出版された。2001年にアムステルミュージックから出版。オランダのアルベルセンから歌詞符で提供。ありがとうございます。